大岩義明です、総合馬術日本代表です。僕は大学の馬術部で、総合馬術を初めて、やりまして、で、まあ、サラリーマンになって普通に就職したんですけど、その後にシドニーオリンピックを、ビデオテレビで見て、それを見てからヨーロッパに渡って総合馬術をやろうと思いました。僕が馬が好きなところはですね、まあ、一頭一頭動物なので個性があって、まあ、可愛がったらそれなりに返してくれるってところが一番好きなところですね。私にとってのオリンピックっていうのはやはり小さい時からの夢だったので、まあ、その夢、自分が行きたい、一番やりたいということの、目的地ですね。オリンピックでの思い出は、ロンドンオリンピックの時に、まあ、ドレッサージュで周囲に立ちながら次の日のクロスカントリーで落馬したところですね。僕たちがオリンピックに出ることによって、日本の皆さんに馬術の魅力をもっと広げられることができると思っています。それと、まあ、世界中の、人たちにも日本に馬術を日本人にも馬術を志す人たちがいるということはフィールできるかなと思ってます。リオデジャネイロオリンピックでは僕自身、それから馬とのコンビでできること、全てを出し尽くすことが目標です。